健康にご注意ください。どけお前ら。そいつらを任せたぞルフィ。覚悟しろよゴムゴムのガトリンだ。ぶった切る鬼いい斬撃だな、ゾロ君。あんたの銃もやるじゃねえか。もっと強くなるぞ。しよう。やった、ようやく海の俺が。変わった装置があるな。すごい、この装置雷雲を発生させてるわね。クリマタクトとは違う仕組みのようだけど。そこから雷が床を伝って走ってる。しかしよ、ここで雷を研究してたってことは浜で降ってきた凍った雷も何か関係あんのか。そうね、無関係ではなさそうね。じゃあサニー号が飛ばされた時に見たあの空のでっかい目も関係あんのかな。あれは多分蜃気楼だと思うわ。ただそうだとしても得体の知れない何かが映ってたことには違いないけどね。どうなってんだ。すごい装置もあったもんだぜ。結局この光は何なんだ。よし、かかってこい。ゴムゴムのピストル。来いよ、切られる覚悟があるならな。竜巻。一発で決めてやる。必殺火薬星。まったく、こんなと私よ。海なるほど、これを切り替えて雷を扉までつなげれば扉が開くのか。今の力を試すにはうってつけだな。
竜巻。やるじゃねえか。ゴムゴムのガトリング。天候の科学、とくとご覧あれ。ただ働きだったら承知しないわよ。怪物